サンライズの大茶森には、ヒロシの方が、お手伝いに3日間行かせていただいて、サンライズの方で6回お茶を、お手前をさせていただいたそうです。まあ、100人ぐらいの方がね、一度に、サンライズの場合は、飲まれますので、まあ、そういうところでね、お手前を、させていただくと、非常に自信になって、はい。どうしてもお道具が大きくて重たいものですから、やはり茶坊主と昔から言われるようにね、これはお坊さんじゃないとなかなかできない。茶さくに水をいっぱい入りますと、多分女性とはちょっと持てないんじゃないかな。